されていくことを信じています。先ほどもお誓いしてくれましたけれども、清子さんが無事日本から帰ってきて、早速賛否司会を講習してくださいました。その間、スージーが聖歌隊の練習とか司会を続けていたことも心から感謝します。こうして一人一人がその部分部分を担ってくれているので、この教会が成り立っていることを本当に神様の体が立て上げられていることを覚えることができます。感謝します。その他にもね、陰で隠れて会議をしてくださっている人、まだ上でお茶の準備をしてくださっている人、そして家庭集会をしてくださっている人、いろいろたくさんいます。本当に感謝したいと思います。一人一人に神様からの報いが、また祝福が流れていますように、神様に心からお願いしたいと思います。来週は先ほど清子さんがおっしゃいましたように、12月1日アドベントサービスです。パークチャーチで夜の7時半からですかね、行われると思いますので、聖歌隊の方々は6時までにいつものようにこの2階に集まっていただいて、練習をしてから行きたいと思います。服装も上が白で下が黒ですので、よろしくお願いします。そして今日の礼拝の後なんですけれども、牧師館でキャンバーの牧師館で昼食会をしたいと思いますので、来れる方はどうぞ来てください。先週も皆さんにこうやって献金をしてもらったんですけれども、実は今フィリピンで、ね、台風30号によって甚大な被害があって、400万人ですか、400万人の方たちが被災して家を失っているそうなんですね。私たちも東日本大震災の時にたくさんの支援を受けましたので、この教会からも支援したいと思っていますので、後からまた加工を準備しておきますので、よろしかったら現金をお願いしたいと思います。先週もそういうことで献金をしたんですけれども、500ドル集まりました。それと合わせて今日の献金も一緒にサマリタンパースと思ってたんですけれども、昨日メールが入りまして、日本のハープフォーザワールドジャパンというのに捧げたいと思います。これは私たちの教会とアメリカのダラスにある教会と合同で本当に作っている支援団体なんですけれども、特にそのフィリピンの人たちのために活動している団体です。もちろんメキシコとかアフリカにも行くんですけれども、主にはこのフィリピンの人たちを助けるために、ストリートチルドレンとか、それから教会の設置とか、それからそういう子どもたちを養うための食事とか、また教育するための費用とか、そういうのに使われますので、特に今回のこの義援金は被災した人たちのために使われると思いますので、皆さんの心を支えてくださればと思っています。よろしくお願いします。それで今捧げました献金と合わせて、メッセージも合わせて、今日もとしこさんにご祈りをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。天の地の神様、このイエス様聖霊様、ありがとうございます。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 たくさんの日本人の方が進みます。そして
私のすべてのことは罪の気になって、まあ、何とかされたこと、そこに痛みが蘇り、そしてその蘇った命を私たちが今頂いて、その蘇った命を私たちが今につけるためですから、本当に私たちの目の痛み、気の仕事として、この気の気に伝えてもらえたものということを頂いておりますということを感謝します。今週から感謝祭、出会いの人の中では、花火という同じ4年を結ぶようですけれども、その学びがあります。で、その後には感謝祭がありますけれども、週また、出会いも、しまっていく、私たちの、心の中に、出会いも、今、ということで、なかなか私たちが今、生き延びた人たちがまた、本当に、その生活をしていく。この方たちがまた、イスラエルの国の中から本当に、この夏のお祝いものとして、その日をお祝いするだけの生活にもない、食べ物もない、そのような生活にして、そのような恵みもなってきましたけれども、主よどうぞ、また私たちが被害者の人たちのためにも、また、祈り続けることができるように、本当に応えた、被害者の人たちが、できるだけ、この祭りを燃やすことができるように、どうぞ私たちが、お祈り少し、27日から始めるようですけれども、この祈りまた、祈ることができるように、どうぞ一つ一つまた、今、祈るところまで、お祈りします。主よ、この1週間もありがとうございました。本当に、主よ、あなたは素晴らしい方、私たちの心に、永遠の心を、また、思いを与えてくださり、私たちの命はこの地上での命ではありません。この亡くなって私の死んだ後に永遠の命が与えられていますから感謝します。皆さん息子を信じなさい。そうすればあなたのあなたの家族に救われますと、本当に今あなたの家族のことまだおられますけれども、主よあなたが私たちを先に救ってくださり、そして私たちを用いてくださり、本当にこのあなたの愛をまた私たちの家族に与えられていただきたいことができますので、今、緊急しました。この緊急の下のために、私たちの本当に心から、この、ご覧の人たち、そして、災難の人たち、今回は緊急が本当にたくさん避難がありましたけれども、その人たちに私たちは何ができましょう。今、本当に、困って食べ物のない人たちに、私たちの、祝福されたこの、体の人たちの中に、何でも、お願いしますよ、ということで、また、何でも、その前に、心に、準備していたところが、ローマ書の2章の29節、割礼、皆さん割礼っていう、そういう言葉聞いたことがありますか？割礼、辞書で聞いたんですけどね、なかったんですね、実は。割礼ってね、今ユダヤ人の人たちが、コーヒーの肉を切り取る行為なんです。儀式なんですけれども、生まれてから8日目の子供に授けている儀式です。これがどういうものであるかが聖書に書いてあるんですね。それを勉強したいと思います。ちょっと難しいかもしれませんけれども、ローマ書の手紙の2章の29節をふよさん読んでいただけますか。2章の29節。
帰って一度面倒をかけたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、たまによる心の活霊こそ活霊です。その誉れは人からではなく、神から来るものです。はい、ありがとうございます。先ほど祈りの中でユダヤ人とかイスラエルとか、とし子さんの祈りの中で出てきたんですけれども、イスラエルっていう国は、1948年にできた国なんですね。1948年って言ったら第二次世界大戦後です。なぜかというと、その第二次世界大戦の間にドイツでユダヤ人が殺された、何百人っていう人たちが殺されたんですね。ユダヤのヒトラーによって間違った教えによって、そのユダヤ人があまりにも祝福されているその様子を見て、彼らはこのユダヤ人はこの神にね、選ばれた民として殺そうということで、次から次へ子供から大人もおじいちゃんおばあちゃんに至るまで全部殺したんですね。この見返りとして連合軍のアメリカを含めイギリス、フランスがイスラエル、もともとそこにあったんですけれども、その中東のあの部分に国として建設したんです。今イスラエルとそのシリアとかレバノンとかヨルダンとかね、アラブ諸国、それはアラブ諸国って言うんですけれども、その国々がイスラエルを攻めようとして、特にイランは核兵器を持ってね、核兵器を作って自分たちが濃縮したその核兵器でイスラエルをやっつけようという思いがその中にあるイスラエルの国なんて あったら困るっていうことで、特にアブネード・デジャブ大統領、この 今の現在の大統領じゃなくて、その前の大統領はもうあからさまにイスラエルを攻めるために自分たちは核兵器を作ってるんだって言って叫んでましたけれども、シリアもそうですし、レバノンもそうですし、みんなこのイスラエルを攻めたくて戦争しようとしている。でも不思議なんですけれども、戦争しようと思って、このエジプトもそうだったんですけれども、攻撃しようと思ったら内戦が起こっちゃうんですね。その国の中で、今シリアの中で内戦が起こっているでしょ。反政府勢力と政府勢力がこう戦って、結局ね、イスラエルの中には平和があるんです。何もその爆撃が飛んでくるわけでもなし、原子爆弾が飛んでくるわけでもない、本当に平和な国が今築かれているんですね。そのイスラエルっていうのがどこから生まれたのか、それが聖書の中に書いてあるんですね。今から旧約聖書の中に創世記、今から約4000年前の話です。神様はこの天地を作られた神様、創造主です。私たちが例えばね、これが神様だ、例えばあれが神様です、拝みます、そういう神様ではなくて、私たち自身、この地球上にある全てのもの、また宇宙もそうなんですけど、全てを作られた神様が神だっていうことを信じていたこのアブラハムっていう一人の男性に神様が語られるんです。あなたを祝福する、あなたの子孫を大いに増やして国を持つようになる、あなたの子孫は偉大な子、このもう増え広がってね、この地球上にいっぱいなりますっていう予言をして、ちょっとまだその言葉をかけてたんです。その時アブラハムは99歳でした。まだ子供がいない状態。なぜ4000年前にこの99歳でありながら元気だったかというと、この当時はまだね、大気がとっても綺麗だったんですね。だから普通のこのアブラハムさんも200歳ぐらいまで生きています。だから今でいう50歳ぐらいの年代の人だとか、と体力の人だって思えばいいんじゃないかなと思うんですけれども、その時アブラハムは99歳であったにもかかわらず、子供もいないのに神様はあなたを祝福する、あなたの子供がおびただしく増えるよ、あなたはいくつかの国を作って
生まれますっていう言葉を書かれていた。その印にあなたのこの、あなたとまた子供たち、そこに集う人たちに割礼を授けなさい、それが印ですっていうのを、おっしゃってるんですね。これが創世記の17章に書いてあります。その契約の印として、これは私があなたに送る契約の印だよっていうので、コーヒーの皮を切り取って、そしてイスラエルの民族になる神の民として認められるっていう、そういう儀式が、印となったわけです。それが今でもユダヤ人の間では続いています。羊羹の男の子、生まれて羊羹の男の子に限って、そのコーヒーの貧乏を切り取って割礼を授けるっていう、この行為は今でも続いているんですね。ユダヤ人はこのことによって自分たちは神様から選ばれている、神様の民なんだっていうね、自負を持っているわけです。しかしね、こんな形式的なことで神様が受け入れられるかどうか、皆さん考えてみても分かると思うんですけれども、このローマ人の手紙を書いたパウロっていう人は、そんなものじゃないんだよ、本当に神様に受け入れられる人はこんな人なんだよっていうので、先ほどトヨさんが読んでくださった、帰って人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、文字というのは律法っていうのね、御霊による心の割礼こそが割礼なんです。その誉れは人からではなく神から来るんです。パウロが言いたかったのは、本当のユダヤ人というのは、ユダヤ人だけじゃなくてね、本当に神様に受け入れられる人は、律法を持っているとか肉体的なその洗礼を受けているとか割礼を受けているとかではなく、先ほどイエス様のことを言ったんですけど、イエス様が十字架にかかって死なれて、民間に蘇られて、そして弟子たちに現れるようになって、それがね、今イエス様はもう人間として生まれておられたので、今は霊として清いで聖霊として私たちの心の中に住んでいたですけれども、この聖霊として聖霊による心の割礼を受けた者が神様に受け入れられるんですよっていうことをユダヤ人に語っているわけです。と同時に、このパウロは私たちにもこう言っているんです。イエス様を信じて洗礼を受けたけれども、それだけでは本当のクリスチャンではないんだよ。聖霊を受けて古い自分をに死んで、新しい心で神様の前にも人の前にも経験に歩んでいる人のことを本当のクリスチャンと言うんだよということを私たちに問いかけているんです。先週も語りましたけれども、神様はその目に見えませんけれども、神の目を見てこの全地をあまねくに渡して、その人の心がご自分と一緒に一つになっている人々にその力を表してくださる。実はこのアブラハムっていうのはそういう方だったんです。神様と本当に一つになっていた心の人だったんですね。だから神様があの言葉をかけて一つ力に力を表してくださる。他の場所には神様は心、私たちの心を見ておられる。誰でもクリスチャンだけじゃない、私たちの心をご存じなんです。しかし私たちが神様の前に心を開かなければ、その心は神様と神様の心が分からないと先週は申し上げ、私たちがこの良い行いや、また心から神様を礼拝する思い、神様を信じて委ねる思いがあるのがあれば、その行いに対して神様は必ず報いてくださるんだよということをお話ししたつもりなんですけれども、この全地を招くに渡して、心は私と一つの人を、私はこの力を表すよって言ったその箇所に、これは歴代史の16章の9節に書いてあるんですけれども、この歴代史の16章15、16のあたりにユダの国のアサ王という人が出てきます。もちろんこの人もこのアブラハムの家系の人なんですけれども、35年間王様になって、35年間は神様の言われることをよく聞いて、本当にいい政治をして
しかし36年目ぐらいくらいから彼は心がこの穏やかでなくなったんですね。高ぶるようになって、神様に頼らなくなる。それで神様は彼にたくさんの恵みとか祝福を与えてくださっていたんですけれども、全部取り去られて、いよいよ彼は病気になってしまって、病気になってもこの神様に私を治してくださいって頼むんじゃなくて、神様の前に出るんじゃなくてね、お医者さんの方に行ってしまったっていう。そして41年間王様として君臨しましたけれども、最終的にはその本当に朝を最初の本当に35年間のその素晴らしい業績功績、それを失うかのように亡くなっていったっていうことが書いてあります。この朝王だけじゃないんですね。イスラエルで、イスラエルという国で最初にサウル王という人が立てられました。サウルという人も最初の頃は本当にいい政治をやって、みんなに神様にも人にも喜ばれたんですけれども、彼も高ぶって後には戦いの中に巻き込まれていったんですね。よく考えてみますと、イエス様と一緒に3年半の生活をしていた弟子たちでさえ、イエス様が本当にこの貧しい人や病気の人たちを癒して立て上げ回復されてくださっているのを見ているにもかかわらず、彼らの心は自分たちはこのイエス様がどういう方なのか、まだ怒りや恐れ、憎しみや曽根や、そういうものでいっぱいで、とうとうイエス様が十字架にかけられることになった途端に、彼らはイエス様なんか知らないって言って、みんなこの子を散らすように見えたんですね。弟子たちでそうです、弟子たちでさえそうだった、弟子たちでさえそうだったわけです。しかし弟子たちは変わりました。なぜかというと、3日後にイエス様が復活されて、この弟子たちの一人一人にその散っていったところに、イエス様が、私は弟子だと、あなたと一緒に食事をしたイエスキリストだよということを一人一人に見せてくださって、もう一回都に行って私のために祈りなさい、みんなで祈りなさいということを残して、手に入っていかれたんですね。だから彼らはもう一回その都っていうのはエルサレムです。このイスラエルの首都であるんですけれども、そこに集まってみんなで祈り始めました。そうしたらイエス様がおっしゃった通りに聖霊が下って一人一人にその力を注がれた。聖霊が下ると彼らはこの愛だけじゃなくて、自分がこんなに憎いものであったっていうことを感じ、また今までやっていたこともそうなんですけれども、自分たちに力がないことも、もう悔い改めて、彼らの生活はね、もう一変します。その弟子たちだけじゃなくて、そこで祈っていた全ての人がの心が変わりました。どういうふうに変わったかというと、まず喜びに満たされた。もう恐れることがなくなって、大胆にイエス様のことを語るようになった。そして彼らは病人に手を置けば、彼らはその病人が癒された。正気でないような人たちのために彼らが祈ると、その悪霊が出ていったり、その結果多くの人々が救われていきました。こうして福音が世界中に広がっていったんです。聖霊を受けた人たちも口の言葉と心の思いが変わって、主に喜ばれるものになった。神様の本命を本命にかなうものとなったんです。私たちも聖霊に満たされるならば、古い自分を切り捨てて新しく変えられていくことは間違いません。そうしなければ私たちの心は変わらないんですね。この聖霊に私たちが満たされるならば、私たちの生活も変わります。イエス様は私たちにもこの心の活力
パウロを通して教えてくださり、また私たちが本当に心の底からも変えられていくことを願っておられるんです。ガラテヤの五章を読んでいますね。聖霊に導かれるということはどういうことなのかが書いてありますので、あなた方にお勧めします。ただ聖霊様の導きに従いなさい。聖霊様はどこへ行くべきか、何をすべきか教えてください。これはリビングバレーと呼んでいます。そうすれば自分の悪い性質の赴くままに悪事に走ることがありません。私たちの生まれながらの性質は聖霊様がお命じになることとは正反対の悪事を好みます。一方、聖霊様の導きのままに歩んでいるときに行いたくなる善は、生まれながらの願望とは正反対のものです。内面のこの2つの力は、どちらも私たちを思い通りに動かそうといつも格闘しています。そうして私たちはこの2つの力の至らさみになって、したいと思うことが自由にできない状態なのです。しかし、聖霊様に導かれているときには、あなた方はもう、自分を強制的にユダヤ教の掟に従わせる必要はありません。ところが生まれながらの悪い性質に従っているとき、あなた方の生活は次のような悪い実をつけます。すなわち汚れた思い、肉欲的な快楽を求める心、偶像礼拝、心霊術、悪霊の働きを助長する働き、憎しみ、争い、嫉妬、怒り、自己中心、不平、荒探し、排他主義と、そこから出てくる間違った教え、また妬み、どおろし、泥酔、どんちゃん騒ぎ、そんなあらゆる種類のものです。他にも言いましたが、前にも言いましたが、もう一度言いましょう。そのような生活を続ける者は一人として神の国を相続することはできません。しかし聖霊様が生活を変えてくださると、私たちのうちに次のような実を結んでくださいます。それは愛、喜び、平安、忍耐、親切、善意、誠実、柔和、姿勢です。そこにはユダヤ教の掟に反するものは何もありません。キリスト様に属する者は生まれながらの悪い欲望をその十字架につけてしまったのです。もし私たちが今聖霊様の力を受けて生きているなら、生活全般にわたってその導きに従おうではありませんか。そうすれば名声や人気を得たいあまりに妬みあったり歪みあったりする必要はなくなるのです。まず私たちは聖霊に満たされること、心の一心によって神の声に耳を傾ける、神様の前に静まって死を待ち望み、内側を探ってもらって死の御声に聞き従って悔い改めていくとき、聖霊様